ノゴメトニクルブバラジュディン、クロアチア語、ノーゴメトニークラブバルジデンは、クロアチアのバラジュディンを本拠地とするサッカークラブである。NK バルテクスバラジュディンが2011から12シーズンに財政危機に陥り、リーグへの参加ができなかった2012年にバラジュディン SN として設立。2015年にバルテクスバラジュディンが破産し、消滅するとかつて、 バルテクスが名乗っていた NK、バラジュリンに名前を変更した。しかし、バルテクスとは別のチーム扱いとなり、過去の実績は引き継いでいない。2018から19シーズンにドルガ HNL を優勝し、プルバ HNL へ昇格を果たした。バラジュリンにはこのチームの他にも、2011年には NK バルテクスバラジュリンの財政難の状況に不満を抱いたサポーターたちによって、 NK バーテックスというチームが設立された。こちらのチームは2019から20シーズンはトレチャ h n ルを戦っている。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。 ありがとうございます。